いやね、大阪から来てる林くんね、二日目なんやけど、まぁ、あ、一泊二日やけんね、二日目っていうかもう、泊まって次の日、よし、今日は練習やね、というふうに言おったけど、<laughs> サリちゃんがね、遊びにまず来るわけよ。<laughs> サリちゃんは別になんか用事があったわけじゃないね、彼女はね。多分、天神出てきて、 なんか暇やなーって思って、えー、屋上行こっかなーみたいな新さんおるみたいなおるよってそうねそれでもね来てくれるとは嬉しかけんねでも別にそのギター弾いて練習すっとだけがねその修行じゃないかけんねやっぱり僕は先生やなかけんさ俺は師匠なんやんでやっぱこう考え方とか もの、えー、の見方とかまで含めてね、あのー、ずっと伝えていくのがね、師匠なんやけど、こ <laughs> こまた別で師匠が来たわけですよ、ね、さぎり先生が。もうね、さぎり先生もね、話したかったわけよ、俺は。でももう、もう全然、今回のほらコロナじゃなんじゃ、もういろいろあってから、もうタイミング合わんで、もう全然話せんで、ここはいとうねっていう日で、じゃあ、ここ行きましょうかって。 で本当はね、もう前の晩、前の晩っていうか前の日にしっかり練習して林さ、練習して、さぎり先生とはなんか音楽の話でもしてから、ちょっとこう、見分場広げさせようかなと思ったところがさ、もうなんかもう、分かるでしょ、前日は前日で、もう全然練習できんかったけん、もうギターやら開けとらんとですよ、あの、ギターケースから。ね、サは何シとッとなあんた、林も。 先生と語り合い用のを若者を2人は何も聞かんでしまいには先生も,もう電話しだす <laughs>、まま、電話しだすっていうのはこれ、ね、かかってきたんでしょうね、うん、それでもう何すかね音楽の話したかったっちゃけどもうあれですもんあの沖縄に帰ったあの近所の話とか共通の,その知り合いの話で盛り上がしてくてねっあさんもうおかえりですもんね結局ね このギターケースさ、一回も開けんまんま、でもさきり先生優しかけんさあ、あんた博多駅の方行くやな、私は車で送っちゃうよって言って、あじゃあお願いしますって言って、林くんは帰ってきました。<laughs> 林、またおいでじゃあな。